WBC は日米のシーズン開幕前に行われます。代表に選ばれた選手たちは高ぶる気持ちをコントロールしながらも、普段のシーズンよりも早く状態を上げていく必要があります。そのため予期せぬ負傷や調整不足に見舞われてしまうケースもあり、代表を辞退せざるを得ない選手も出てしまうのも事実。今回は侍ジャパンのメンバーに選出されながらも代表辞退を余儀なくされた選手たちについて紹介します。ルーキーイヤーから広島カープの守護神に君臨し続けている栗林良治。その成績は圧巻で、1年目から53試合登板、37セーブ、防御率は 0.86 という抜群の安定感を見せました。東京オリンピックでも守護神に抜擢され、日本の金メダルに大いに貢献。その勢いのままに2年目も防御率1点台と30セーブ以上を記録し、瞬く間に日本を代表するクローザーへと成長しました。そんな栗林は2023年の第5回 WBC にも順当に選出されます。東京オリンピックでも守護神を務めただけに、 WBC でも活躍が大いに期待されました。しかし1次ラウンド、投手15名のうち栗林のみ登板がなかったのです。1次ラウンドの最終戦後にチームメートのみんなと握手をする栗林。この時はまだ離脱が発表されていなかったものの、1人だけ登板なし、チームメート一人一人としっかり握手。この状況は誰がどう見ても明らかでした。その後、栗山監督から正式に離脱が発表され、代わりに160キロ右腕の山崎颯一郎が追加招集されました。東京五輪の守護神が離脱しても、代わりに招集されるのが大型160キロ右腕。日本の層の厚さを感じますよね。今回の WBC では腰の張りにより途中離脱となってしまった栗林ですが、今後の国際大会においても栗林の存在は脅威となるはず。まずはしっかりと腰を完治させ、レギュラーシーズンでの活躍に期待しましょう。現在ヤクルトの一軍ピッチングコーチを務める石井博俊は、快速球とスライダーを武器に2000年代前半にヤクルトのリリーフ陣を支えました。2002年にはサウスポーとしては日本最速の155キロをマークし、五十嵐亮太とともにロケットボーイズの愛称で売り出されます。セットアッパーとして活躍を続けた石井は、貴重なリリーフ左腕として2004年のアテネオリンピックへの出場を果たしました。続く2006年に行われた第1回 WBC はメジャーリーグ志向の強い石井にとってはまさに夢の舞台。早めの調整を心がけて代表合宿に臨みましたが、そんな意気込みが裏目に出る形となってしまいました。直前合宿中に左肩を痛めていた石井は1次ラウンドの韓国戦に登板しますが、ロッテや巨人の主砲として活躍したい孫翊にホームランを打たれて2失点を喫してしまいます。それでも日本は1次リーグを突破し、2次リーグの舞台となるアメリカに向かいますが、肩の状態を悪化させてしまった石井は無念の戦線離脱を余儀なくされました。結局2006年シーズンを通して肩の調子が上向くことはなく、11試合にしか投げることができなかった石井はメジャー挑戦を封印せざるを得ない状況に。ヤクルトでの再起を期してオフに手術を受けますが、その後に石井が1軍のマウンドに上がったのはたった一度だけでした。その一度というのは2011年10月に行われた引退試合です。自身の夢のため、日本代表のためとはいえ、無理をして投げてしまった代償はあまりに大きかったと言えるでしょう。村田修一はいわゆる松坂世代を代表するスラッガーです。2006年シーズン途中から横浜の4番に座ると、2年連続で30本塁打100打点をマークして、2007年にはホームラン王に輝きました。単独でのホームラン王を決めた一発が、現役最後のマウンドに上がった広島の元エース笹岡慎二から放った特大弾だったこともあり、印象に残っている方も多いかもしれません。引退試合クラッシャーという異名まで与えられた村田ですが、セリーグを代表する長距離砲としての地位を固めた2008年には北京オリンピックにも出場します。オリンピック前後の期間にはチームを離れていたにもかかわらず、2008年には46本のホームランを放って2年連続のタイトルを獲得しました。そして侍ジャパンの主砲として臨んだ2009年の第2回 WBC では、序盤から期待にたがわぬ大活躍を見せます。初戦の中国戦でツーランホームランを放つと、韓国戦でもスリーランを打って連勝に貢献。第2ラウンドのキューバ戦でも打点を挙げるなど、アメリカに渡ってからも好調をキープしていた村田でしたが、アクシデントに襲われます。韓国との順位決定戦で走塁中に右足太もも裏の肉離れを起こしたためゲームから退きました。ハムストリングスは体が十分にほぐれていないシーズン序盤に多い怪我。チームへの復帰もかなわず無念の途中帰国となった村田は、見事連覇を果たした日本チームの歓喜の輪にも加わることができませんでした。
しかし横浜のチームメイトだった内川聖一は優勝トロフィーに村田のユニフォームをかぶせて活躍を称えていました。その後凱旋帰国を果たした日本代表チームの会見には村田も参加し、原辰徳監督から金メダルを手渡されました。今回の WBC は実に6年ぶりの開催となったこともあり、1次ラウンドが始まる前から相当な盛り上がりを見せていました。日本中の注目を連日集めている侍ジャパンですが、大会が始まる直前には暗雲が立ち込めるニュースが飛び込みました。侍打線の中核を担うはずだったカブスの外野手鈴木誠也が代表入りしながら故障で無念の離脱を発表したのです。大谷翔平をはじめ日本代表には左バッターが多いため、右の強打者である鈴木は貴重な存在。球数制限の関係でピッチャーの枚数を増やしておく必要があることから、外野守備の面でも鈴木に頼る部分が大きかっただけに、大会直前での離脱は日本にとってかなりの痛手となりました。そうした中、栗山英樹監督は鈴木の代役としてソフトバンクの牧原大成を招集しました。打力で鈴木に匹敵する選手を呼ぶことは難しいため、内外野ともこなせる牧原のユーティリティを重視したということでしょう。アメリカアリゾナ州でカブスのキャンプに参加していた鈴木は、オープン戦初戦の試合前に行ったバッティング練習中に左脇腹を痛めました。左脇腹はこれまでに負傷したことがない部分だったため、知らず知らずのうちに状態が悪化していたといいます。メジャーリーグの開幕に向けて当面はリハビリに専念するという鈴木ですが、会見では残念の一言ですと肩を落としていました。侍ジャパンのベンチ内には鈴木が着るはずだった背番号51のユニフォームが飾られており、SNS 上では聖也のユニフォームは泣けてくるといった投稿が相次いでいます。歴代最強との呼び声が高い今大会の侍ジャパンの中でも最も大きな期待を集めているのが大谷翔平です。今や世界屈指のプレイヤーに成長した大谷ですが、意外なことに WBC は初出場となります。というのも前回の2017年は大会直前に出場を辞退していたからです。日本ハム時代の2016年、大谷は NPB 史上初となる10勝100安打20本塁打を達成して二刀流プレイヤーとしての本領を発揮しました。パリーグ制覇、そして自身初となる日本一も経験した大谷は、続いて行われた侍ジャパン強化試合でも活躍しました。翌年の WBC で躍動する大谷の姿を誰もが思い浮かべていましたが、大谷は日本シリーズで右足首を痛めており、強化試合に出場したことで状態悪化を長引かせることになってしまったのです。患部の状態が上向くと信じて地道な調整を続けてきた大谷はアメリカでキャンプインを迎えました。しかしその数日後、万全の状態で WBC に参加することはできないと判断した大谷は出場辞退を正式に発表したのです。本人だけでなく日本中のファンが落胆する結果となりましたが、大谷の出場辞退はアメリカ国内でも大きく取り上げられました。 WBC は世界各国からメジャーを目指す選手の見本市のような側面もあります。大谷獲得に動くかどうかを決めるための判断材料として、二刀流を実際にチェックしておきたかった各球団の関係者にとっては残念な結果になったようです。当時は二刀流に懐疑的だったアメリカで大谷ルールが導入され、それが今回の WBC でも適用されていることから、マウンドを降りた後も大谷の打席を楽しむことができます。大谷が残してきた実績の凄さには改めて驚かされるばかりですね。2011年4月、東日本大震災の復興支援のために行われた事前試合の際に、見せましょう野球の底力をとスピーチしたことで知られるのが、楽天のキャッチャーとして活躍した嶋基宏です。野村克也監督が最後に指揮を取った楽天で教えを叩き込まれ、最後の教え子とも言える嶋。野村が楽天に在籍していたキャッチャーの中学時代の通知表を調べたところ、嶋はオール5だったことから、ルーキーの嶋を1軍で起用することを即決したというエピソードもあります。キャッチャーには高い頭脳が必要という野村の考えに基づくもので、リードの基本を学んだ嶋は徐々に力をつけていきました。2013年には田中将大が達成した前人未到の24連勝を支え、楽天の球団創設初のリーグ制覇と日本一にも貢献しました。そんな活躍が評価され、2015年に行われたプレミア12ではついに侍ジャパンの一員となります。そして2017年の第4回 WBC では精神的支柱としての役割も期待されて代表入りを果たしました。しかし2017年の春季キャンプで右足の違和感から調整が遅れ、その後も状態が戻らなかったことから、大会直前の3月になって代表を離脱しました。チームを支え続けたことが認められ、ようやく掴んだ代表切符だっただけに、離脱は無念だったことでしょう。
続いては日本を代表する実績を残しながらも WBC とは縁がなかった選手について紹介します。広島のエースとして君臨した後に海を渡り、ドジャース、ヤンキースといったメジャー屈指の名門球団で先発ローテーションを守り続けた黒田博樹。メジャー球団からのオファーを断ってまで古巣の広島へ戻った男気の持ち主としても知られています。日米両国で活躍を収めた黒田は通算203勝を挙げ、オリンピックでは日の丸を背負いましたが、WBC に出場することはありませんでした。1996年ドラフト2位で広島に入団した黒田でしたが、即戦力と期待されながらも苦しいシーズンを送ります。2001年に12勝を挙げてようやく頭角を現し、3年連続で2桁勝利を挙げて2004年のアテネオリンピックにも出場しました。2005年には最多勝のタイトルを手にして、第1回 WBC に臨む日本代表にも選出されます。本大会の出場に向けて順調に調整していた黒田でしたが、予想外のアクシデントに見舞われます。大会前の2月に行われた12球団選抜との練習試合で黒田の右手に打球が直撃、右手人差し指を打撲し、大会目前にして代表チームから離脱することになったのです。2008年シーズンから海を渡った黒田はその後の WBC に出場することはありませんでした。いかがでしたでしょうか。今回の WBC では大幅に若返った侍ジャパンですが、直前に鈴木誠也が代表を離脱、栗林良治が1次ラウンド終了後に登板なくして離脱しました。日本の王座奪還を期待するのはもちろんですが、代表選手たちは負傷することなく日米でのシーズン開幕を迎えてほしいものですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。